ゾンド8号は1970年にソビエト連邦が打ち上げた宇宙船。月への有人飛行に使用するソユーズ 7KL1 型宇宙船を使用しての無人試験飛行で月に接近した後に地球に帰還した。ゾンド8号は 7KL1 宇宙船の5回目の飛行であると同時に最後の飛行でもあった。ソ連はアメリカのアポロ計画に対抗して ソユーズエル1計画とソユーズエル3計画を進め、アメリカに先立って月球人飛行と月着陸を実現させようとした。しかし計画は停滞し、アポロ計画に先を越されてしまった。計画の存在意義は薄れたが、試験飛行は続けられた。1970年10月20日、ゾンド8号はバイコヌール宇宙基地からプロトンロケットによって打ち上げられ、 地球周回軌道に入った。続いて、プロトンロケットの地球周回軌道脱出ステージが点火され、無人の宇宙船は月へ向かう軌道に乗った。道半ばの10月21日には、地球のカラー写真の撮影が行われた。10月24日、ゾンド8号は月に 1110.4km まで接近し、観測を行った。宇宙船は月の引力によって、 軌道を変え、地球へ帰還する軌道に乗った。10月27日、ゾンド8号は大気圏に突入しインド洋に着水した。インド洋は本来の着陸予定地域ではなかったが、予備領域として想定されており、カプセルは待機していたソ連の艦船によって回収された。この飛行の後、月有人飛行を目指す L1 計画は正式にキャンセルされ、 ソ連の宇宙開発は宇宙ステーションを中心に進められることになった。ゾンド8号はゾンドシリーズ最後の飛行となり、またソユーズ 7KL1 型宇宙船の最後の飛行となった。ありがとうございます。